大丈夫でちゅか、みことちゃん。何が？うわ、たかひろ起きてる。遊ぼう。なるほど、そうでちたか。でもみことちゃん、もう所長のベッドに潜り込んじゃいけませんよ。うん、わかった。でもなんで？それはでちゅね、所長のバカが映りまちゅよ。タカヒロってバカなの？ダメでちゅよ。わかった。じゃあ遊ぼう。はい、わかりました。それでは失礼しまちゅ。さ、行きまちょ、みことちゃん。うん、たかひろ、絶対だからね。おう、高弘。なんだよ、所長室にでも呼んだらこっちから出向いたのによ。メンテ室だろう。ちゃんと使えるようにしてやるよ。ほら、鍵だ。まあお前に言うのもなんだが、とっ捕まるようなヘマはするなよ。どうだ、何を調べてるんだ。なんだ、セキュリティが強化されたのか。なんだって？ちょっと変わってみろ。やってみよう。何かが起きているのであれば
上空から映してるはずだ。よし、人工衛星からの画像を探してみよう。第1号棟を人工衛星から映したものだ。いや、間違っていない。これが正真正銘第1号棟だ。その可能性もあるが、それにしちゃ本社が随分と静かな気がするが。任せとけ。リアルタイムの画像は今日は無理だが、これだけのことが起きているんだ。本社にいろいろと情報が集まってるだろう。それをちょっと拝見させてもらうか。ちょっと待ってろ。結構やられてるみたいだな。おう、できるぜ。また後で。ついていくのもダメ？そんな真剣な顔して。はい、親父さんの腕は信用してまちゅが、なるべく危険な行為はやめてくださいね。すまねえ。多少歪んじゃいるが、ラインが見えるな。
この島でちね。アリス・イン・チェインズ。アリス・イン・チェインズの本部か。アリス・イン・チェインズとこの島を結ぶライン。アリスの話をしてたところだったからな。しょうがないですよね。タガヒロ、あの嬢ちゃんが来たのはいつだっけな。第1号棟をあんな風にしてしまう力を持っていたとしたら可能なんじゃないか。わからん。いや、あいつはファーストは言葉の通じるようなやつじゃない。昔の話だがな、あいつの力は島どころじゃない、世界がひっくり返るんじゃないかと思ったぜ。わからねえ。だが嬢ちゃんがファーストじゃないことは確かだ。セカンドアリス。セカンドはファーストの力を制御できた代物だという噂を聞いたが、本当かどうか。だな。明日、アリスの本拠地を衛星から見てみよう。何かわかるかもしれん。に、気にすることはねえよ。私も仕事してましたから。じゃあ。
明日な。任せとけって。私も失礼しまちゅね。みことちゃんが所長を待ってるみたいでちゅから。あらあら、わかった。さっと作るね。お待たせ。ミコトちゃんを起こしちゃうといけないしね。